マッソゲームズとトニーゲームズです。イエーイ、ということでトニー、今回はなんとスキーに行きます。おー、このまま行けるのかーい。このままじゃないです。このままじゃないか、はい、やばい、はい、ついにね、この宇宙の彼方へ最高。はい、その前、はい、と2つの機械が必要と思います。あれ、まだ必要なんだ。アドバンスソーラーパネル、なんだ、これは、うん、エネルギー作るやつ、エナジーをアクシェンコレクター、その2つが必要なんだ。はい、じゃあそれを作んないとね。はい、あれ、ごめんね、トニー、攻撃しちゃって。いいよいいよ、痛かったでしょ、結構。いや、大丈夫、エンチャントが持ってるから。あ、そっかやったー、はい、宇宙へ行けるぞー。あれ、トニーどこ？これ、あの、下のクラフトターミナルで、あ、作ってんだ、あの、オクシジェンコレクターを。あれ、電気足りない、トニー。え、電気が来てないよ。あー、ちょっと待って、お兄さん、最近見ないね、テレビでね、あの人たちね。あ、来た、あれ、来ない。あ、こっちに電気使ってたからダメだったのかな、もしかしてガスタンクの方。あそれガスタンクに今エネルギーいっぱい使ってんじゃない。おっと、いきなりこういうね。あ、来た、電気来ました。はい、じゃあ作ります。なんだったっけ、ソーラーパネルだっけ。よし、ソーラーで、アドバンスでソーラーパネル、アドバンスって、アドバンススメルター、あった、これを作らなきゃいけないんだ。で、これを作るにはこういう風にしなきゃいけない。なんか難しいな。Galactic Craft。 お、あ、でも簡単そうだ。 Galactic Craft というあのモード。へえ、こんなのもあるんだ。わ、一瞬で作れたよ、トニー。え、そうそう、一つでいい？一つが足りると思います。イエーイ、作っちゃった、トニー、速攻だ。いや、トニーに鍛えられて。オクシジェンコレクター。オクシジェン、オクシジェン、オクシジェン、お、XY、 オクシジェン、オクシジェンコレクター、トニーに鍛えられたおかげで簡単に作れるようになった。あれ、検索の方になんないな。よし、オクシジェンコレクターっていうのを次は作ると。オクシジェンコレクター、はい、ティン、オクシジェンコレクター、オクシジェンコレクター。いきなりね、月に行って俺がね、死ぬってことがあり得るかもしれないね、トニーいや、これがあったら死ねないと思います、うん、オクシジェンコンセントレーターは必要ないんだよね。違う、オクシジェンコレクター、オクシジェンコレクター、オクシジェンコレクター、あった、オクシジェンコレクター、ブシ、あー、いろいろやっぱ足りないな。いや、足りると思います。ただこのパソコンが、あの、ガラクティクラフトのモードがあんまり好きじゃないから、うん、あ、だ、大丈夫大丈夫、今まだ今作ってる最中だから。ベーシックウェイファーとコンプレススティールとレッドストーン、オクシジェンファン、もうできるできるできる、もう作った、もうね、作れる。はい、もう作りました。あれ、なんか一つ足りない。何が？あ、これだ。そうそうそう、よし、後にも見えるんだ、この画面。そうそう、イエーイ、できました、オクシジェンコレクター。はい、じゃあ、おお、マジかよ、月に行けるのか。はい、おお、じゃあ、私たち月へ行きます寝起きだからおかしい、はい、はい、あの、じゃあ、はい、このあの前に作ったチェスト、全部が必要なものをこのチェスト入れた。すげえよ、
いっぱいあるね。はい、じゃあ全部入れた方がいいでしょうね、私。はい、じゃあ入れます。オキシジェンマスクとオキシジェンギアもう装着した方がいいですかね。そう、あ、しかもジェットパックが、うん、あのこのロケットの同じバトン、あのスペースバー、うん、だからそれをあのつけない方がいいと思います。あ、そうなんだ。あの見るでしょ、俺が入ったらちょっとダサいでしょ。うん、ちょっとダサい、ダサい。 Not good look。 そうそうそう、だから、うん、つけない方がいい。分かった、つけないことにしとく。お、パラシュートあるじゃん。自分の、そうそう、それ作った。パラシュートはどこにつけんの？その同じ画面。あ、そうなんだ。じゃあここの、一番この画面の、お、パラシュートつきました。パラシュート、そしてヘビー、はい、ヘビーオキシジェンタンク。このタンクの中にはもう、はい、酸素入ってるんだよね。そうそう。お、グローストーントーチ、さらにオキシジェンコンプレッサー。そう、これはオブシ、あの黒曜石。あ、マーブリック。そう、リュック。これ何、これ、このリュックは。それエマージェンシーパック。そう、後で見ます。エマージェンシーパック。救急箱を作ってくれたの、トニー、はい、優しいんだから。トニーはもうありがとう。はい、はい、じゃあ全部持ちました。はい、いやー好きだ。うん。はい、じゃあ一つの説明、させてください。はい、お願いします。このラケットは一番上に行ったら、はい、メニューが出てくる。はい、でそれがムーン、 MOON を選んで、はい、でその世界に入る。はい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 。でその世界に入ったら、うん、絶対にそのスペースバーを押しながら落ちて、あ、押せないと、うん、パラシュートが落ちや。いや、パラシュートない。あ、パラシュートは、うん、空気がある世界だけ、うん、だから地球に戻る時だけ使う。ああ、そうなんだ。じゃあ月に、宇宙でパラシュートが意味ないから、うん、あ、そっかそっかそっか。そのラケットのパワーだけで、うん、スペースバーを押さないなら、うん、落ちて死んじゃうから。そんな面白いことがあるんだ、トニー。そう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 、それ面白くないよ。そうそうそう、冗談冗談。しかもこのラケット結構時間かかったでしょ。そうだね、やだよ。ちょっと作るわ。やだよ、スペースを押し続ければいいんだね。俺そういうさ、それは絶対やってねってことやんなそうで、俺ミスりそうだな。いやいやいや。うん、はい、じゃあそれ説明が終わって、はい、じゃあ入ってください。あ、入っちゃいますね。はい、お、入りました。おー、はい、待って待って、恐竜の頭が出てくからさ。恐竜の帽子変えよう、これにしよう。あれ、あ、ロケット拾ったんじゃない？あ、俺拾っちゃった。なんで？何かボタンを押した。そういうことか。もう一度置いて。はい、置きます。あ、これでさ、もしかしてあれかな？エネルギーが、あ、大丈夫か。そう。このフューローダーが大丈夫だから、うん、入ったら俺がフューローに入れる。あ、取りになんか押した、また。いや、押してない。え、嘘だ。何も押せないで。いや、俺は何も押してない。多分ね、あ、まあ、いっか。はい。はい。じゃあ、俺、フューをローディします。はい。え、待って待って、月に行ったら、このアイテムたちあるじゃん。ヘビータンクオキシジェン、はい、オキシジェンコンプレッサーなどなど。これはどうすればいいですか？月に行ってからトニーが指示していただきます。もう入ってるでしょ。うん、入ってるけどどうするんだっけ。まあ、おさらい、もう
あの3番目の E のメニューで入ってるでしょ、上のところ。あ、すげえ、俺トニーが見えるよ。そう、え、すごい、 E のメニューで入ってる。E、あ、入ってる入ってる。アイテム全部持ってるから、これをあの月でどう使えばいいのかっていう。いや、自動で使おうと思う。あ、まあこのね、オキシジェンギアとかはそうなんだけど、なんていうんだ、コレクターとかさ、この上着サプリングとかさ、はい、それは簡単に、はい、あの土を、あの上着を、あの土を置いて木を植えて、そこに上着を、あの木を育てると。そうそう、そう。で、それがあのその木の周りに、うん、あのオキシジェンが出てるから、うん、そのオキシジェンコレクターを置いて、はい、それで、あのオキシジェンを集めるから、うん、それからあのそのオキシジェンパイプで、うん、そのオキシジェンコンプレッサーに入れて、オキシジェンパイプでオキシジェンコンプレッサーに入れると。はい、でそれが全部がそのソーラーパネルで、あー、ソーラーパネルで電気で、そういうことね。え、拠点はすぐ作った方がいい？いや、すぐじゃなくてもいい。大丈夫、俺逃げれるから。強い敵いっぱいいるんでしょ。よし、そんなにいないけど。じゃあちょっと待ってください。で、どうしよう。ただ夜が長い、うん、あー、そうなんだ。よし、わかった。え、これさ、俺さ、自分の画面になってるんだけどさ、どうしたらいいかな。ロケットの画面にした方がいいかな。どっちでもいいよ。じゃあちょっと第三者目線にしようかな。どうしよう、それやってもいい？回収しちゃわないよね、ロケット。一回出てからの方がいいかな。どっちでもいいよ。一回出よう、シフト。よし、第三者目線でいこう。はい、こっちの方が面白いような気がする。だってね、ロケット行っても中だけじゃ分かんないからね。お、はい、こっちの方がいいわ。すげえ、あー、こっちの方が絶対いいわ。はいはい、じゃあ、では準備大丈夫ですか？準備大丈夫です。はい、じゃあカウントダウン5から。おお、5から。 5、 5、 4、 スペース押せばいいんだよね。3、2、1、 宇宙の彼方へ。さあ、行くぞー。あ、違う、トニー、スペースを押すると 14、13、12、11、10、9。あ、トニー、行ってきます。6、7、6、5、4、3、2、1、行ってきます。おさよなら。トニー、行ってくるよ。あ、もう宇宙だよ。すごい。あ、地球は丸かった。地球は丸かったよ、トニー。丸じゃないでしょ。うん、四角形だわ、全然。おー、宇宙に行っております。すごい、すごい。え、これスペース離したらどうなるの？あ、これスペース離したらやばい。しない方がいいよ。すげー、はい、じゃあ行って、メニューが出てくるまで。あ、これ中だ、俺。おお、中はこういう風になってんだ。すげー、ロケットの中入ってるみたいだ、本当に。おお、あー、五角形なんだ。あ、音が聞こえなくなった。トニー、音が聞こえなくなったよ。それはもう宇宙空間に行ったんだ。すごい、あ、すげえ、オーバーワールド、ムーンって選べるようになりました。さあ、じゃあここをムーンに選んで、で、絶対オース離さない、あのスペースをね。そう、はい、わかりました。では行きます。もうグラビティというか、ノーオキシジェン、ハビテーブル。あ、じゃあこちら選びますね。せーの、ポチッ。これ、センドトゥディメンションに行けばいいんだね。では行きます。そうそうそう、せーの、ポチッ。で、スペースを押すんだよね。はい、
落ちてるでしょ。落ちてる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 、すごい。絶対今スペース押してます、スペース押してます、はい、私スペース押してます、はい、確実に押してます。え、真っ暗で何にも見えないよ下。もうそろそろ見えるよ。え、全然、あ、下が、下がスペース押してますよ、今、今スペース押してます、スペース押してます、マスを、スペース押しますよ、押しますよ。あ、落ちた、これ落ちたよ、トニー。ゾンビの声が聞こえる。あー、